半負けの本家の半迷わ先生です。私は人間の上の生物と言っておりましてね、本物貴族なんですけど、半負けの本家ですね。で、私だけ地球に一人だけ、貴族は一人しか私しか存在しないよと教えてるんだけども、人間っていうのはね、一番優秀なノーベル賞を取ってようが、博士号を取ってようが、私の知識と比べたらね、1000倍以上ね、知識が不足してるんですね。知恵不足なんですよ。で、人間というのは無能でね、で、生物というのは宇宙全体で生きてるんで、人間というのは支配されてる生物に、上のね、知能の生物に動かされて生活してるわけです。で、その上の生物、宇宙のね、上の生物に従わなければ、生きることできないんですよ、人間って。まだ知恵不足で。で、話したり聞いたりすることも全く一人ではできません。テレパシーで仲間で聞き合って動いてるわけですね。だから各自動いてて、話したり聞いたりしてるのは、その700分の1しか知識が分かんなくて、700年後っていうかね、に分かるか分かんないかとかね、8000年後とかね、8万年後とかね、そういうことでね、分かるということで動くだけなんですね。だから意味分かんなくて本人は動くわけですね。動くしかないんですよ、知能が低くて。まずそれをちょっとお教えしたいということですね。で、人間っていうのはね、猿と違って、教えた通りにね、作らせたりすると、結構難しいものでも作れるんですね。だからテレパシーで悪い生物がね、教えると、すごいものが、結構ハイテクなものが作れるわけですね。で、そういうの結構危ない部分ばっかり作るんだけど、人間はね、悪いものから聞いてね。人間が考えてんじゃないんです。人間の上の生物がね、から聞いてね、やってるだけなんですね。で、管理しなければ、人間は管理しなければもう単なる超肉食生物だけなんで、盗みだけなんですよ。道具を使ってね、兵器を使って盗んでね、物を食べるというのが専門です。だから人間を管理する生物に対してね、対応しないと悪いことになるわけですね。だから人間を管理してる悪い生物といい生物がいますから、それに対してね、取り仕切りというのが上の生物の仕事なんですけどね。それは取り仕切りできないと人間が非常に悪くなるわけですね。で、こちらも危なくなるわけです。ということですね。人間自身は無能です、全員。誰だろうと。全く意味ないで生きてるだけで。で、また、自分たちだけで生きていくことできません。上の生物に襲わないと生きていくことできないんですよ。もっと強い生物がいますから、破壊されますしね。また、もうちょっとちゃんとやんなければ、地球も滅んじゃいますしね。そこら辺が非常に言うこと聞かないんで、めちゃめちゃになってるっていうのは現状の理由ですね。あれかな、あと3分ね。ここ前にゲージニコンの紙なんだけど、前にゲージないのかね。で、そういうことでね、大事なことはそんなことですね。とにかく人間読み書きできないから、読み書きとか、あと話したり聞いたりすることもできませんから、書いてたりするのは全部教わってるだけ。一応上の生物から教わって書いてるだけなんです。教科書って人間が作ったもんじゃないんですよ。昔からあるけど、あれ宇宙生物が教えた人間に書かせたんです。人間の頭では書けないんです。ということ、私が生まれるために、私が勉強するために用意したもんなんです。私のバッグはね、私の力で、私が今回の人間の中で貴族でね、
スターゲートで出てくる石棺という生き返る装置を発明して、宇宙戦争で殺される、その生き返られる装置も破壊されて、地球と太陽を育てて現在の人間から生まれ変わったというですね、子供としてね、またね、死んじゃったから前の私はね、ということで用意したものです。おかしいとかバカとかいうこれ本当古いんで、本当は知ってるんですよ、宇宙生物全体とか。これみんな妨害でね、私の妨害でそう言ってくるんですね。長いですから、歴史が。私は貴族でも長い、地球では一番長いしね。みんな偽物で作ったもの、自分たちの都合の貴族で、ね、宣伝していますでしょ。全然関係ないのがね。ということで、よく知っていただきたいということでね。時間まで終わったかな。あと1分ちょっとですね。でね、投資もそうなんだけど、これ、コンピュータ分析できない人って全部血後れがやってて、ギャンブルでやって投資して楽しんでるということで、よく知っていただきたいということですね。ね。ギャンブルで投資してるということですね。コンピュータ分析できない人は投資はできませんってね。昔はそういうのなかったからやったんだけどね。ただテレパシーでね、情報を教わるとできるんですよ。ね。こう投資すると勝てるよっていうのを教えればね。で、またコンピュータ分析した人がテレパシーで教えてね。それで、宇宙生物がやってることも多いですね。汚職でね。悪い宇宙生物多いんですよ。そういうことですね。だったら強いですからね。テレパシーで情報を教えてるわね。これは汚職だからね。一つ出てきたかな。一つこれ70%以上が出てきたんだけど、どうかな。ちょっと落としまして3週間にしました。